竹内幸男は、日本の元外交官、元最高裁判所判事。外務事務次官、外務省総合外交政策局長などを歴任。奈良県出身。小泉政権において、いわゆる田中真紀子騒動で前任の野上義氏が、更迭されたことにより、中インドネシア大使から事務次官に就任。外務省内の語学派閥では、アメリカンスクールに属し。 日米同盟を固守する立場を取った。時間在任中には、イラク戦争を支持したほか、小泉純一郎首相の包丁が実現している。しかし、田中一志外務審議官による北朝鮮との独自ルートによる秘密外交問題に対して、当初は秘密外交を追認していたが、世論の批判が高まり、最終的に田中を退官させた。 また、イラク戦争に反対した、天木直と中レバノン大使を辞任させている。天木によれば、竹内は、君は組織の枠を踏み外してしまったんだよと批判したと、いう。外務省では、一二を争う、国際放棄に明るい人物とされる。新洋総領事館北朝鮮人亡命者、駆け込み事件では、川口淳子外務大臣より厳重訓戒処分を受け、 給与を 20%1 月自主返納した。第2次、安倍内閣が、集団的自衛権の行使を2014年6月に、閣議決定で、合憲としたことについては、憲法の理念を守っており、許される範囲の変更だ。憲法が覆されるなら断ればいい。今回の行使容認は極めて抑制的なものだ。 朝日の報道には疑問を感じると朝日新聞のインタビューで述べている。ありがとうございます。